絵馬もすごいですね、立体の猿。そうですね、これは平和を表す意味なんですけれども、はい、日光と逆のね、逆さ三猿、よく見てよく言ってよく話すということなんです。面白い、日光は見ちゃダメ、聞いちゃダメ、喋っちゃダメですよね。あれはほら、子供さんのねお話しつけってことですよね。そういうこと、ここはもういい大人なんだからって話だからお猿さんも太ってたでしょ。はいはい、あのぽっちゃりしてるのはあれは大人を表す。面白い。で、竜があって、虎が竜とついてもですよね。はい、そうなんですね。先ほどのつなぎの竜、左の竜を指すと言いました。それからこちらの虎といったのはですね、はい、この子育ての虎です。ここにある、3匹の虎と、この母のですね。はい。で、よく見ると、今日じゃねえかって話なんですよね。ほんまや。ね。柄。これはもう、狩野派の話から始めなきゃいけないんだけれども、要は、はい、昔の人はですね、虎のメスはヒョウだと感じる。はそうじゃまだ見る人が少なかったし、はい、なかったでしょ。この派にはそういう言われがあって、まあ、要はこれあのメスはヒョウだというふうに思われてたとかですね。はあ、うん、赤子には肌を離すな、幼児には手を離すな、で子供には目を離すな、最終的に若者には心を離すな、はい、天国時代争いが起きれば子を亡くす親がいます、なのだけども生きている者同士なんだからお互いで助け合っていきなさいということをどうも言ってるんじゃないかということをですね、そういった教わり方をしましたね。僕最初ご挨拶させていただく前に、うん、手水や、あ、すごい、うん、そう気になったんですけど、うんうんうん、あれも彫刻というか彫りがすごいですよね。そうですね、無垢の彫刻っていうのはその人の技量とか、はい、芸術性とか、うん、全てを表す裸のものなんですね。だから赤裸々に、上手い下手も分かってしまう。小林英二郎さんという方が彫ったんですけども、古いものではないんです。小林英二郎さんって名前が割と現代に近づいてきた感じがしますね、まあ、あの明治に入ってちょっと後ぐらいです。これすごいですよね、離れてみると、金属に見えるんですよ。あ、確かに確かに。だからその木が持ってる本来の質量より、もっと質量が高く見えるっていう、重量感ってやつ、重量感、で近づいていくと何と思うとこ木なんですよね。そうですね、あの石っていう人もいますよ。あ、確かに石にも見えなくもないですね、みたいなね、水分吸っていって白くなってるんですかね。ええ、まあ埃といえば埃だし、こういう陰影も全部考えながら掘ってるんですね。はー、これは毘沙門亀甲という彫刻なんですけれども、はい、光が強い時、よりも少しこう穏やかに光が落ちた時にはこういう風にだん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 こう陰影がよく見えてくるので、暗くなる時ぐらいがすごくいいです。だ手水やこうちょっと今まではなかなか手と口清めるのにね、下向いてますから、確かに手水やに注目ってなかなかないかもしれないですけど、そこも神社の楽しみ方の一つかもしれないですね。そうそうそう、ですよ、由来がね深いところもたくさんありますから、でこの番組、やなかったら全然大丈夫なんですけど、いや普段はなんか見せてもらえないものを見せていただけるんですかとか、あ、はいはい、普段はちょっとあの入れないところも特別にこのチャンネルご覧の方にみたいなのがあって、なんでなんですかって、いや世良神社ソムリエなんでみたいなくだりがなかったら大丈夫です。ありますよ。いいですよ別に、そういうことであればあるんですか。あの節子妃殿下様からですね、当時のだったりいろんなその記念のものお使いになったものです、はい、こういったものがあの展示はしてあるんですけれども、なかなかちょっと一般にはあの公開してないんですよ。はい、え、本当、一般にはやっぱ公開されてないんだけれども、でもなんでそれを公開してくださるんですか。いやもうね今の話の中で、まあ神社会のね、まあ、つながりもありますし、神社ソムリエさんね、いろいろともう協力していただいてますので、ありがとうございます。こちらもぜひね、あのそういったことでお力添えになれればあのいいんじゃないと思います。嬉しいです、ええ、いいですか、皆さん神社ソムリエだからですよ。神社内の某所にやってまいりました、はい、見せていただくのがこちらのお部屋ですか。はい、そうなんです。ドキドキする、なんか物々しいですよ。じゃあ開けますよ、はいはい、普段はもう鍵がかかってるってことですもんね。そうですね、はい、あの今日は今開けときましたので、で行ってみましょう、はい、すっごい、もう入る前から色鮮やかなのが飛び込んできますね、はい、うわーすごい。安仁親王があお使いになられた日常のもの、
それから賜ったパン、うん、そういったものを特別に実は展示をしておるわけなんですけどね。なるほど。じゃあ実際に使われてたってことですね、はい、そうですね。そういったものも日常のものもございます。なかなか皇族方がお使いになられた、はい、三品をこうして見せていただく機会ってないですよね。確かに、あんまり置けないとは思うんですけれどもはいはいすごすぎる。まあ古いお写真やですね、はい、まあ、こうやって宮様の姿、安彦親王様が崩御なされました後も、はい、節子妃殿下様はですね本当によく地方にもおいでなさっていただきまして。ああそうですか、これすごくないですか。巻絵というのはその漆が乾く前に金箔で装飾をかけていくというものですねお使いになったすずり箱、殿下が吸ったもう跡が残ってますもんね。はい、これそのままで。それから学習院の時の制服、ね、でこれかなり珍しいと思うんですけど、皇族方が袴、はい、あこれ着子の儀とか多分そういう時のものだと思います。ものですかね、はい。まあ、実際でもこういう衣服をそのまま残してるっていうのは、まあ、それを展示する自体も珍しいんですけどね。ああ正直言いますと。確かにその宮家の名前でもともとある地名を付けられるというのが相当珍しいですし、ないです実は。そういったご縁で崩御なさった後に神社に、その神社に祀られ、まあ、お静まりになられるという流れも相当珍しいですもんね。それもあの節子様のご意志があったのでできたことなんですよ。そうでなかったら多分我々は言えませんから。そうですよね、そうなの。我々はそう一般ですからね。なかなか皇族方がお使いになったお品を拝見できる機会がそもそもないですから。そうですね、ここら辺は全てその皇室中の宮様にですね ご奉納されたものになるんですね。記念の菓子品といいますけれども、本菓子品と書きますけどね。これは菓子品ですか。菓子品です、はい、菓子ということは、まあ、お使いになられたということじゃなくって、はい、民間にか、もうかなり砕けて言うとくださったってことを菓子というんですね。スキーストック意識見品に手を触れるようにお願いします。もうこれガラスがないからそうめちゃくちゃ貴重ですよ。それは本物ですね。そのまま使われてた歴史的なものとしても僕らもこのなんていうか、これ竹ですかね。スポーツのね、あの宮様などとよく言われておりましたぐらい、運動神経も山もやる、スキーもやる、ね、本当にいろいろなそういうことが大好きな陛下でございましたので。いやーすごい。いやーもう押しかけたのに押しかけてきたのに、うん、もういろいろ彫刻も一周しながら、はい、そして神社ソムリエだからということで特別なものを見させていただきまして、はい、ありがとうございました。すみません。本当にでもお話を伺うことによって秩父のその地形で育まれた人の思いとか歴史とかもより深く、うん、僕も知れましたし、ご覧になってる皆さんにも伝わったんじゃないかなと思います。はい、そうですね。であとはこちらに全国のね一宮の神様が祀られてるっていうのでぜひこう拝殿本殿、うんうん、参拝した後回って参拝していただいて、まあ今ねこういう時期だからこそ、まあ、全国に思いを馳せるっていうことで、逆に全国からね秩父に思いが集まるというのでいいかもしれないですけど、まあ、こんな時代だからこそ、はい、ぜひご紹介差し上げたいなと思った神社でございまして、はい、今日はお話伺えて本当に良かったです。いやいや、こちらこそいいご縁をいただきました。ありがとうございました。佐藤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。歴史そして文化すべて詰まったこのチャンネル、ぜひまだの方チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンよろしくお願いします。